リッチフィールドはアメリカ合衆国コネチカット州の北西部、リッチフィールド軍東部のリッチフィールドヒルズに位置する町である。1960年に軍政府が廃止されるまでリッチフィールド軍の軍庁所在地だった。2000年の国勢調査では人口8466人だった。町内にバンタムとリッチフィールドの核、ボロがある。さらにイーストリッチフィールド、ミルトン、 ノースフィールドという3つの未編入ビレッジもある。リッチフィールドの町は1719年に設立され、1751年に郡庁所在地に指定され、1790年代までにコネチカット州北西部の商業、社会、法の中心となっていた。その人口は1756年時点で1366人。 1774年時点で2544人と推移し、1810年には4639人と、州内では第4位の町になっていた。1784年から、リッチフィールドの弁護士タッピング・リーブが若い学生のためにその法学の講義をシステム化し、リッチフィールド法学校を創設した。リーブは、すべての学生が同じ知識体系に、 アクセスできるように、一連の形式に乗り、定期的な講義を開発した第一人者だった。この法学校に入学した学生のリストには、アメリカ合衆国副大統領にもなった、アーロン・バーや、ジョン・カルフーームがいた。アメリカ合衆国下院議員101人、同乗院議員28人、内閣の閣僚6人、アメリカ合衆国最高裁判所、判事3人、州知事14人、 州の最高裁判所、判事13人が出た。この法学校は、アメリカ合衆国初の法学校だった。サラ・ピアースのリッチフィールド女子アカデミーは1792年に設立され、アメリカ合衆国で最初期の女子教育機関となった。ライマン・ビーチャーは1810年から1826年まで、リッチフィールドの長老派協会の牧師を務めた人物であり、 その子供たちとして、ハリエット・ビーチャーストーチャールズ・ビーチャー、エドワード・ビーチャー、イザベラ・ビーチャー・フッカー、キャサリン・ビーチャーは、すべてリッチフィールドで育った。リッチフィールドのゴールデン・エイジ、異常に多い大学での住民がいた。七百九十一年、リッチフィールド法学校の学生だった、サミュエル・マイルス・ホープキンスが、その日記の中で、リッチフィールドのことを厳しく活動的で、 読書し、思考し、詩的な人々が、この世で最も素晴らしい街のパターンとして提示した、可能性のある街だと記述していた。リッチフィールドの運命は19世紀後半に衰退していった。街は、効率的な工業を作り上げるために必要な水と、鉄道輸送を多量に得られなかったので、眠るような田舎になっていった。19世紀後半に、リゾート地として再発見され、 休暇、週末、夏を過ごす人気あるスポットとなった。街は、コロニアル復活運動が起き、20世紀初期までに、多くの家が今日見られるような白いペンキと黒いシャッターを備えるようになった。リッチフィールドは、トリントンの南西に位置し、バンタム湖の一部が、町内に入っている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、町域全面積は56.8平方マイルであり、 このうち陸地56.1平方マイル、水域は0.7平方マイルで、水域率は1.3%である。ニューヨーク市のセントラルパークから約95マイル、ハドソン川バレーからは約50マイル、また最寄りの海岸、ロングアイランド湾からは約40マイルにある。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 コネチカット州道202号線がバンタムからリッチフィールド中心を結びトリントンに至る東西方向の幹線道である。州道63号線は町の中心を通る南北方向道である。州道8号線がハーウィントン町との境を走っている。町の中心からは州道118号線でアクセスできる。ノースウェスタンコネチカット交通地区が トリントン市とを結ぶバスの定期便を運行している。シポーグバレー鉄道が1872年にリッチフィールドをターミナルに開通したが、旅客列車は1930年に廃止となり、貨物便も1948年に止まった。市内にあるイーサン・アレン聖火リッチフィールド軍監獄、1907年リッチフィールドコネティカット、city-data.com 2012年11月4日閲覧。U.S. Census Bureau Population e s t i m a t at e s h a t Find A County National Association of Counties 2011年6月7日閲覧。リッチフィールドコネティカット .city-data.com 2012年11月4日閲覧。ABCA Brief History of Richfield c o r t e s 士 of the リッチフィールドヒストリカルソサイティーライマン・ビーチャーザビーチャーファミリーアーカイブされたコピー2008年2月28日時点のオリジナルよりアーカイブ2010年1月15日閲覧アーカイブされたコピー2008年2月28日時点のオリジナルよりアーカイブ2010年1月15日閲覧アーカイブされたコピー 2008年2月28日時点のオリジナルよりアーカイブ2006年5月13日閲覧アメリカンファクトファインダーユナイテッドステイツセンサスビューロー2008年1月31日閲覧レジストレーションパーティーインロールモントスタティスティックスアズオブオクトーバー252005コネディカットセクレタリーオブステート2006年9月23日時点の オリジナルよりアーカイブ。2006年10月2日閲覧。アルフレッド S、リリスティン、シェポーグエピック。ザルアオブザ、リッチフィールドヒルズ。http://catskilarchiv.com/.rrextr.a/.shepaug.html2014 l 年4月30日閲覧。 マドリンエル・イングル。IMDB。2012年11月4日閲覧。コネティカット・ガバナー・オリバー・ワローコット・ジュニア。パブリッシャー・イコール・ナショナル・ガバナーズ・アソシエーション。2012年11月4日閲覧。ありがとうございます。